約束の日だぞ。スクロースと合流しようぜ。旅人さん、バイモン。私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事をしてたの。あ、そうだ、コレイさんがさっきここを通ったんだけど、宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてって。ティナリさんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。まあまあってところかな。考えを変えたら新しい方向性が見えてきて。簡単に説明するね。私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題は、それぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。つまりだよ、予言を書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかった。でも1人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には、特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ってことは、今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつを上げていけばいいってことだよな。うん、命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。4つの命題それぞれに候補者を選ぼう。じゃあまず1つ目から始めようぜ。一つ目の命題は確か、存在しない花だったよな。私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生はこの方面の専門家だもの。スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。もしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないし。え、私の？あ、そうだ、ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。もし何か花を探すんだったら、あいつに聞くのが一番早いだろう。うん、じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目。命題は絶対に迷わない道案内人。すごく抽象的だな。絶対に迷子にならない人ってい
ないのか。その上、人のために方向を示してあげられる人か。あんまり簡単じゃなさそう。あ、モナのことだよな。確かに入りそうだぞ。モナさんなら、そうだね。腕には自信がありそうだし、占いで人に方向を導いてあげられるね。ベネットは入らないか？ほら、ベネットの運って相当悪いだろ。つまり、あいつと逆の行動をすれば正しい方向が見つかる。そうだろ？確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし、候補は少ないより多い方がいいぞ。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかな。おう、あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。そういえば、オイラとこいつも初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか？考えてみるね。あ、もしかしたらもう一人いるかも。アルベド先生はセピロス騎士団遊撃小隊のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど、道を探すのも結構得意だよ。他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし、人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。二人ともごめんなさい。場所を変えて話してもいいかな？おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。来ちゃってごめんなさい。大丈夫そう？あ、スクローズ、私今準備してて。あ、なんだ、もしかしてもう約束の時間なのか。本当にごめん。私、気を楽にして。私たちも合流したばかりだから道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。うん、お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調に進んでるか？まだ話の途中だったから続きを話そう。次は3つ目だったよな。
嘘をつかない人。誰か思いつくか。え、どうかな。あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。じゃあガイアは人当たりが良さそうな騎兵隊長だけど。いやいや、お前もけどって思ってるんだろ。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。絶対に正直な人生なんて送れないに決まってる。返す言葉もないよ。吟遊野郎、あの吟遊詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。毎日嘘ばっかりだもんな。他のやつは？代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと身近な人の面倒を見るためにたまにいろんな方向からみんなをフォローすることがあるの。例えばリサさんが図書館に入り浸っていたせいでパトロールの時間を逃しちゃった時なんか、ジン団長は「リサは今体調を崩してて」とか言ってあげてる。あとはクレイちゃんをあやす時も、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。これって基準を満たさないことになっちゃうのかな。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのってなんか、オイラたちが厳しすぎるんじゃないか。私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。あ、コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて凛としてて、見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけど、だいぶ前彼女が錬金場を通ったことがあって、私にアルベド先生のことを聞いてきたの。その時アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、そしたら彼女はなんとね、アルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよ。当時の彼女の表情はまるで特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で、全然目的を隠そうとしなかったの。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなって。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。なんか嘘をつく必要があったらそのまま手を出しそうな感じっていうかさ。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときっていつも急にいなくなるらしくて、言い訳すらしないんだって。すごいやつだぜ。はい、あいつをリストに入れようぜ。それならセノさんも入ると思う。うんうん、セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし、ロサリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。じゃあもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。だろ？私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。
と一人年中合成台の隣にいる。え、ティマイオスのことか。うん、彼はその実はティマイオスは最近恋愛にのめり込んでいて。誓ってたんだ、好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし絶対に怠けたりしないって。あいつ好きなやつができたのか。そうなんだ。私もまだ会ってないの。ただリーユエ出身としか。ティマイオスが言うには話がとても面白くて雰囲気も素敵で顔立ちもとても綺麗な人なんだって。そういえばティマイオスの力になってあげて好きな女の子から OK をもらうっていうのも今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でも、そういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前、レンジャーの女の子を手伝ってその子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか、お礼にって新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。それじゃあ最後は永遠に終わらない伝説だね。これを聞いて誰を思いつく？リサさんとか？図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ？伝説とかって本の形で記録されるもんだよな。確かに伝説といえば子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ？キナリとの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ？私も入るのか？もちろんだよ。メモするね。私は錬金物質図鑑分析と活用、不思議な合成原理とか生命の推論みたいな類の本が好きかな。そうだな、タイトルもよくわからないぞ。もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だから、きっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだ。よし、じゃあクレイも追加しよう。うん、そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関することを聞きに行けばいいよね。みんな探すのか？結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？その方が効率がいいと思う。いいぜ。あと
情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから、二人が一緒で、私とコレイさんが一組ね。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。おう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。拠点、なんだか面白いな。じゃあ、ねじろ？もうちょっと違うよね。それか、アジト？